ミャンマーの総大将は今回もプリンス登場。無敗のプリンスオブラウェイ、トゥン・ブインモー。若干10代のミャンマーラウェイ次世代エースが今回も大トリに登場。未だ無敗のプリンスはどこか風格を感じさせる戦いをリングに描く。普段よりラウェイにストイックに生きる様を見ると、いつの日か伝説となっているかもしれない。対する日本陣営の大将は格闘技入試時清水俊一。戦うこと62戦、国内から世界最高峰 UFC まで、 MMA を主戦場にさまざまな団体で戦いを繰り広げた。これまで訪れた国は延べ30カ国以上。格闘技を通じ世界各地の諸行無常を見てきた男は今回ミャンマーラウェイに到達した。昔から気になってた国技スポーツなので、もう本当に素直にチャレンジしたいなと思いました。格闘技を通じ世界最高峰をも体感した男はこのラウェイと出会い何を感じるのか。世界で他にない激しくも誇り高き聖戦に足を踏み入れる。トゥン・ルインモー VS 清水俊一。はい、なんといってもトゥン・ルインモーの体がいいですよね。そうですね、今のあの1万円は何だったんですかね。何ですかね。初めて見ました、僕。本当ですね、はい、今審判からさりげなく1万円渡されてたの、あれはびっくりしましたね。初ですよね。大丈夫なんですかね。過去7回ある中で初めて見ました、僕。これは僕も初めてですね、はい、後で秘密が分かったら聞きましょう。激励賞なんですかね。なんでしょうね。よしこさん、はい、どうトゥン・ルインモを見て。もう今の1万円が衝撃的なんで気になってしょうがない。気になりますよね。ちょっと気になりますね。いやもう忘れちゃいましたよね。もうなんかいろんなものが本当に本当です。飛びましたね。さあ清水俊一、そしてトゥン・ルインモの一戦です。さあ1ラウンドが始まりました。最初から行くのかどうか、トゥン・ルインモ、それとも清水俊一、そのさまざまな経験からどんな入り方をチョイスするのか楽しみです。日向さん、はい、この一戦のポイントってのはどこに置かれますか。今やっぱ体のサイズを見てもやっぱり清水選手はしっかり減量してるし、体のサイズの違いは結構あるんですよ。パワー差は絶対あると思うんで。なるほどなるほど。この1ラウンド2ラウンドでこのラウェイのこの距離感とかに慣れてもらえれば十分勝機はあると思います。なるほどね。これ日向さんいつも思うんですが、ミャンマーの選手はそんなに絞ってこないんですよね。こないですね。前日の計量を見てもナチュラルで1キロ2キロぐらいアンダーしてるんで、なるほどね。やっぱそう考えると、当日の試合の体重差っていうのは6キロぐらいあるんじゃないかなと思うんですよね。うまい。腰を取りに行きました清水俊一です。総合だったらもうすぐあれですね。本当ですね、はい、総合格闘家の清水、今回はラウェイルールが楽しみですと言っていました。いやこれパンチでいきました。取って、いやなるほど、こういうところがこの清水の持ち味かもしれません、はい、これ日向さん、いい戦い方してます今ね。そうですね、うまく削っていきたいですね。なるほど、なるほど、慣れて、さあ今度はしなやかな足が前に出てくるトゥン・ルインモーです。まあ新田さん、はい、この人が一度躍動感を持ったキックが炸裂したら連続来ますからね。そうですね、でも初参戦でした。非常に落ち着いた初参戦とは思えないわね、清水がいい対応してますよね。しっかりジャンプを避けて、ジャンプを刺して、自分の距離でやれてると思います、はい。パンチをいくつか繰り出しますが、清水がこれを見切っています。そしてご覧のようにノールックでのこのキックが出ます。あー、いいですね、清水が落ち着いてますね。やっぱりキャリア十分ですね、この人は。伊達じゃない、海外での数多くのその試合経験は伊達じゃない。さ
さまざまなルールでさまざまな制約の中で戦ってきた男です。今までの日本人選手とはちょっと一味違うかもしれない、それほどの風格のある男。いやいいです、ね、はい、ナイスコンビネーションですね、はい、ガードも抜群です。オフェンスからディフェンスへ、そしてディフェンスからオフェンスへ、 いいですね清水。清水これ新田さん、はい、まさにうまいって声がかかりますよね。これうまいな、うまいですよね。試合巧者、そしてご覧のように、ああこれうまく見切ってますね。いやートゥンルイモーが出られないぞこれ。あれあれって感じでしょうね。あれあれでしょうねこれね。いや今みたいにうまく足をこう使って回ってほしいですね。はい、無敗のプリンスにひょっとして黒星をつけるのはこの清水か。清水1ラウンド終わりました。平田さんどう見た。非常にいい出だしじゃないですか、5分の出だしですね。5分の出だし、はい、よしこさんどう見ました。はい、やっぱいいですね、やっぱ強い男はかっこいいですね。うれしいな、はい、そうですか。どんどん清水さんかっこよく見てって。いやいやで、あの冷静な表情がね、はい、まあ、新田さん、はい、トゥーンルインも我々期待していたんですが、この入り方にしてみるとあれあれって感じもあるかもしれない。そうでしょうね、うん、やっぱり清水選手のあの、こうすり抜けというか、あれあれっていう感じなんじゃないですか。今映ってるのはそのさっきの話の1万円ですが、あれは一体何なんだろう。また思い出しちゃった。本当これネット上でちょっといろいろ影響したちょっと今ね、騒然となってますよ、はい、さあこれトゥンルインモがちょっと戦いにくそうですもんね。そうですね、やっぱ清水がこれうまいんですね。もう MMA のルールだったら清水選手の完勝でしょうね、はい、こんだけバック取ってあのタックルで生きてるんだったら、うん、なるほどね、はい、でも今これはラウェイルールですからね、はい、そうですね。したがって土俵ラウェイ、その中で清水がさあどういうふうに決定機を最後は掴み取ることになるのか。清水選手、僕と同じボクシングジムで一緒にボクシングやってるんですよ、はい、あそうだ、はい、でこのラウェイ参戦も僕にあのラウェイ解説ひなさんやってますよね、はい、ちょっと僕ラウェイ興味あるんですよっていうところから始まってるんですよ。やっぱそれだけあのボクシングの打撃のスキルも あるんで、やっぱここからの2ラウンド、3ラウンド、4ラウンドどんどん楽しみですよね。あの日向さんの目から見て清水の打撃っていうのはどういうような味があるんですか。いやもう今見てたら距離感がすごくいいなと思って、あの日本人の選手今日すごく多かったのはジャブをすごいもらってるんですけど、あのしっかりジャブを見てさばいてあの打ち返してるって、あちょうど今あの東選手が我々の目の前にいました。あ本当だ、この間これメインイベントでトゥンルイモに敗れましたからね。引き分けだったゲームになりましたからね。あれは5ラウンド終了で引き分けでしたからね。見てますね今日ね、やっぱりライバルの戦い方ね。さあどうするこの第2ラウンド。打撃系のその持ち味も清水は出したいし、先ほどのうまい試合運びというのは本当にこの人の持ち味です。このワンツーとかもらいたくないですね。もらいたくない、うまく今みたいにジャブをつきながらロー蹴って、距離感を潰していって、はい、トゥンルインモーは非常に慎重にこれ第2ラウンド入ってますね。あ右、今日のこの第6試合5ラウンドあります。そしてこの日本対ミャンマーの3対3対抗戦は今のところ1対1全くのイーブンでこの対照戦3人目を迎えています。まあ、清水にしてみれば大事な役回り。いやこの際の部分が強いですよ ねただ新田さん、はい、まさかよもやミャンマーが自分たちの国技で日本対抗戦で負けるわけにいかないでしょ。そうですよ、意地がありますから それはね、ましてやプリンスオブラウェイと言われた男ですから。トゥンルインもね、でも清水選手のこの攻撃入ったところを見てみたいですね。で うまいですね。うまいですよ、うまい。シャニムにあるいはガムシャに行かないですよね。行かないですもうリズムですよね。あ続きこれがちょっと流れを変えるかな。びっくりしましたね今のさすがに。あそっか、これもあるんだっていうことね。そうなんですよ、続きがあった。改めてこれはちょっとドキッとさせられました。あやはりほどけますね今日は随分ね。これ何が原因か日向さん。そうですね、ちゃんとテープを巻いていない、はい、どこまで巻いていいのかっていうあれもあるんですかね。あ、はい、でもこうやってぐるぐる巻きにしたらもう最初からそうやってやってほしいですよね。そうですね、準備の段階でね、そこまでぐるぐる巻きにしていいんだったら、はい、このインターバルちょっと嫌なもんですもんね。そうですね、試合が切れるのはあんまり、さあ今東
橋選手も見つめている中、トゥーン・ルインボ、ナイスアッパー、清水、清水の左、足を取る、清水が落ち着いている、ロー、清水、相手を挑発しながらパンチ、さあ、トゥーン・ルインボが火がついた、しかし、清水がうまい間合いを取ります、これもガード。ミャンマーの選手は聞くと、リアクションをすごくしますね。あ、わざとね、すぐに分かりますよね。わざとするんだよね。なるほどね。これかっこよく切りました。いいですね。これいいですね。もう選手これちょっと焦っちゃうよこれ。少しずつ出てきますよね、それ焦燥感がね。右のロー、このローだけですね、どんどん溜まってきそうなんで、ダメージが、これもロー、相手の裏を来るんですね、これね、ハムストリングあたりを、ローキックが巻き込みしました、いいですね、さあ、今度は清水、左足でちょっとリズムをつかみながら、時折に見せる右足、そして今度はどうだ。手の運び、右のロー、左はこれフェイクをかませています。右のストレート、ゴンが鳴りました。なんて間合いの取り方が上手いのか。キャリア十分、清水俊一、素晴らしいな。この第2ラウンドは日向さんどう判断をされますか。はい、いやもう本当どっこいですよね。どっこい、むしろ清水選手が一発左アッパー当ててから、このトゥンルイモがちょっとこの野郎って顔しましたけど、まあ、トゥンルイモのペースではないですね。なるほど、清水選手のペースでやってますけど、これ吉子さんの目には、いやうまいですね。うまい、息を飲む感じ、お互い読み合って読み合って、もうがむしゃらにいかない感じですよね。もう一発いいの当ててやろうみたいな。よしこさんが仮にラウェイの選手と異種格闘技戦をするときは何を狙う。自分は狙うんだったら頭突きですね。頭、はい、飛び込んでいく。飛び込んでいきます。なるほどね。鼻をめがけてバーンと、バーンと、あー鼻をめがけて飛び込むんですか。いやもう見たい。それは見たい。見たいね。いやそんなに煽らないでください。6月、6月の大会には。いやいや何を言ってんの。相手の鼻をめがけて突きをするヨシコが見たい。やばい、すげえ言わされましたね。はめられましたよね。いや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 。さあいよいよ三井さん、そういうことらしいですよ。ちょっと待ってください。もうネット上は今騒然です。出るぞ出るぞという。さて今2分間のインターバルの中で少しまた清水俊一、はい、頭の整理ができているかどうか。これ日向さん、我々よくクレバーな選手って言い方しますが、はい、清水って改めてそういう感じですね。そうですね、やっぱ試合数が62試合やってるっていうのはやっぱり伊達じゃないですね、はい、伊達じゃないですね。経験がやっぱり本当にあるんだなと思います。落ち着いてます。相手をリスペクトしている、これは研究にもつながっていて、この人ずいぶん研究してますね。こんだけ顔にワセリン塗るぐらいですから、消えたくないんですよ。本当ですね。さあこれでパンチがちょっと滑るかもしれません。さあラウンド3が始まりました。全部で5ラウンド制です。清水はここまでいい戦いぶり、ただこの試合は判定というのがありませんので、途中途中の評価っていうのは全くあまり意味がありません。そうですね、やっぱどこかで山場を作って効かせなきゃいけないですね。はい、これもうまくさばいていきました清水です。落ち着いています。ローキック回り方も清水が非常に理にかなっています。さあ今度はどうする。詰めていきたいトゥンルイモーですが、なかなかいつものようには飛び込まない。清水選手がフェイントが多いんですよ。ああなるほど、はい、あとこういうのがあるんで、容易にブン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 振れないんですよね。ああなるほどね。あの小刻みなフェイントってのはあれちょっと嫌なんですね。嫌ですね。幻惑されている、はい、飛び込みにくいかトゥンルイモー。清水はそれを分かっていて、ご覧のフェイクをかませながら小刻みにパンチとそれからキック。左足のダメージ具合はどっこいですか。そうですか、はい、お互いに同じようなダメージという日向さんです。いやー出てきた、いよいよトゥンルイモー出てきた。当たってないですからね。当たってない、はい、当たってない。いや今バック取ってるところでなんか首取ったりとかしみたい、しみてほしいですよね。なんかそういう、なるほどね、はい、さあトゥンルイモーのいつもの躍動感あふれる前への蹴りが出るかどうか、それとも清水がそれを封じているのか。小刻みなフェイクをかませながら幻惑をして清水、前に行くぞと見せかけてバックステップでスッとこれ体を下げていきます。はい、今お互いがこうちょっとフェイントの試合ですね、はい、どこで出そうかっていう。
互いにどちらも思い切ってなかなか攻めきれないか。この離れ際も要注意です、はい、さあ清水、そして今トゥンルイも足を取った。おいおい足取んのかいっていう苦笑いはトゥンルイもです。これは右、当たってないですね。今当たりましたけどちょっと逃がしました。そしてまた倒します。これが効いています、これが効いています。起き上がるときにスタミナを下ろしますトゥンルイも。いやー足を取る、うまい、何度も何度も倒せます、何度も何度も倒せます。トゥンルイもちょっといつものトゥンルイもじゃないぞ。プリンスが苦しんでるぞ。また清水、また清水、これも倒したいですね、また清水。顔をちょっと抑えられてますが清水でも何もさせないあの位置にしてるんですよ、本当に。あ、続き小刻みにご覧のようにちょっとずつですが小突いてきます。まあ、新田さん、はい、プリンスゆえ無敗ゆえルインモーも負けたくはないという気持ちもこの後のラウンドは出てきますよね。負けるわけにいかないですよね。そうすると出ていくとカウンターを食うという可能性がある。これはちょっと清水にチャンスですね。だからちょっと見合ってる感じが多くなってきてるんですよね、清水選手がどこで行くかですよね。本当ですね、はい、清水選手 の左のジャブでこのトゥンルイモが止まるんですよ、やっぱそれだけ今清水選手のジャブがすごい攻撃的なんで、あのどこで、あの右を使って効かせるのかっていう、そうですよね、はい、こうやって見ると本当にうまくディフェンスしてんですよね、はい、当たってないですよね。当たってないですよね。というかやっぱり上手な人というか強い人同士の試合って見てて面白いですね。テクニックもあるしね、はい、本当にどこでどうなるか先が読めないし、あの原始的な頭突き合戦も面白いし、こういうテクニック的な部分での妙味もある。面白い、もう教科書のようなタックルであの相手を倒しますから、ほら、本当だ、はい、でこれは効くというふうに日向さんは毎回言っている、はい、効くというか疲れます、うん、疲れるんだ、はい、あなるほどね。もう倒れて立ち上がるっていう動作はすごいエネルギー使うんですよ、さあいよいよ残りラウンドが4ラウンドと5ラウンド。よしこさん、はい、清水に何期待しましょう。もう何ですかね、スイッチが入るというかギアが変わるところカチッとね、はい、見たいですね。見たいね。相手にどういうふうにダメージを清水が与えてくるか。今まで効く攻撃はできたけど、はい、あとはフィニッシュですね、はい、何かでもトゥンルイモが前回のような戦いぶりじゃない。そうです、ね、ちょっと戸惑ってるかな、まだ戸惑ってますね。前回と大違いです、大違いですね。そしてあのカットマンはすごいどの試合でも日本側に現れるんですね。本当ですね、はい、プロなんですかね。さあいよいよ4ラウンドが始まりました。清水が少しちょっとリズムを変えるぞという意識を見せてきたのかな。小刻みの動きにさらにこれスピードが加わってきました。いいですね、はい、いいですね。この右だけもらわないように動き続けて、これだけをね、はい、これもそう見切っています。前蹴り、これは清水が取る。これを投げていけば相手が効く。ちょっと投げられるのやっぱり嫌なんですね。嫌ですね、さあどうする。左のジャブ見せながら、見せながらのこの小刻みな動き。清水大なたを振るうような大きな蹴りを見せるなトゥンルイモです。前蹴りの構え、本当に小刻みなフェイクを清水はかけています。頭なのか手なのか足なのか読めません。すごいフェイントをうまくいっぱい使ってますね、はい、離れ際にも一発パンチを見せながら、はい、あと顔をず常にこうこまめに動かしている、相手はどこに来ているのかわからないような状況のその顔の位置。あ、かなり両セコンドから大きな声が飛んでいます。トゥンルイモの方はむしろこれまだ戸惑いの表情か、ね、一撃必殺例の前蹴り見せるかどうか。ラリーではあまりありえないような技術戦になっているのが戸惑いなんじゃないですか。なるほど、やっぱりこうがっちりがっちり打ち合うっていうのが自分の土俵だっていうのは、その土俵にさせてもらえないからこうストレスはあるんでしょうね。当然これ気持ち的にはストレスですよね、はい、イライラ感が募ります。なんか本気で打ってるのに当てられないっていう、頭からついた下からの突き上げ、これを気をつけないといけない清水。
相手は近づいて頭をぐんとこれつけてきます。その時に突き上げる頭突き。さあ清水、それでも全くペース変わらず左右の小刻みなキック、相手のハイキックは完全に見切っています。うん、これもそう、全部かわしました。いいですね、リング大きく回って、はい、広く使う、これも見切りました。前蹴りも外します。トゥンルイモーにしてみると、さあどうしよう。いいですね、今のジャンプが嫌なんでしょうね。さあどうしよう、トゥンルイモー。その中でまた変則に清水が動かしてきました。あ、面白い、いいね、三田さん、いいですね。いや、今の右入れましたよ、後ろへ。これが嫌なんです、トゥンルイモー。右のローパンチ、また手取って、そして投げ、いいですね、これいいな、お互いによし行くぞっていうね、なんかね、今日は技術を見せるこの清水俊一。これはミャンマーにも流れています。我らのプリンスがこんなに苦しむのか、トゥンルインも。清水選手今楽しいと思うんですよね、結構楽しんでやれてると。ああ、なるほどなるほど。いやー、この4ラウンド終わりました、日向さん、はい、どうご覧になった。もう完全に支配しているのは清水選手ですね、もう前を支配しているのは清水選手です。ただやっぱり、あの倒す打撃をまだ与えてないですよね、はい、だ清水選手そんなこうダメージないでしょ。ダメージないですね、ほとんどね、はい、むしろローキックのダメージぐらいじゃないですか、ね、当たってないですもんね、はい、問題はそうするとフィニッシュか、はい、うん、やっぱり決めに行くにはどうするかっていうね、判定をつけるのであれば、この時点では全然清水選手なんですけど、でもないからね、この勝負は判定じゃないんで、ないんですよ、決めなきゃいけないからね、それをどうするか。ここは挑発しました、向かってこいよ、戦いを見せろよこれ日向さん、はい、来ればカウンター狙えるからね。そうですね、あえて日本人の選手からこう、ねね、挑発するっていう、あのポーズを取るっていうのは、清水はキャリア十分ですね、余裕あるんですね、楽しんでますね、ここで33歳対19歳、そうですね、戦う銀雄詩人、格闘銀雄詩人の清水、持ち味を十分発揮していますが、さあ勝利に持っていけるかどうか。いよいよこれから第5ラウンドに入ります。トゥン・ルインモーはまだ戸惑いの表情だ。残り3分で、ね、どこまでダメージ与えれるか、はいはい、難しいですけど、トゥン・ルインモーは来るのかな、前出てくると思いますか。いや、来るんじゃないですか、もうラストなんし、やっぱり倒しに来ると思いますけどね。疲労はどうですか、スタミナ面は。いや、まあ、2分間のインターバルっていうのはもう本当に回復しするんで、1分と違って、なるほどね、はい、全力で、全力の2人が見えるんじゃないでしょうか。さあ、いよいよ泣いても笑っても5ラウンド目、ファイナルラウンド、決めに行ってくれ清水、決めに行ってくれ清水か、トゥン・ルインモーか、よし、行け。第5ラウンドの始まり、ラッシュ、ラッシュ、トゥン・ルインモー、体をつけて小刻みにパンチ、パンチ、しかしこれは大丈夫だ、清水大丈夫だ、がっちり組んでるから大丈夫です、大丈夫ですね、相手のパンチは全く効きません、頭が意外に効いたか、これは投げます。あの続きは嫌なもんです、清水にしてみれば、あの続きは嫌なもんです。さあ右のパンチ、左のミドル、ちょっと距離が詰まってきましたね、これは嫌な感じ、はい、トゥンルイモが出てきちゃったんで、はい、今もらい被弾し始めましたね、結構トゥンルイモが出てきました、左足前蹴り、さあ清水、清水少し鼻血が出ています。そうですね、あの続きが効いてるんですよね、意外にね、下から突き上げた続き、はいはい、さあまた取った裏、さあここは清水落ち着いて最終ラウンド、しっかりこのステップと左をうまく使いこなして、また距離感を持って戻してほしいですね、はい、組みついて清水、しかしこれは相手のダメージにはなっていません。どこかでパンチかキック、清水の持ち味、破壊力のある一撃を繰り出すことができるかどうか、間合いを詰めてトゥン・ルインも右左、よく出ますね、当たっていません、当たっていません、もう一度、で清
清水のこのフェイクのリズムも変わっていません。相変わらず小刻みです。あーナイスだ。さあ来いよ、さあ来いよ。もうクンレイモンは打ち合いたいんですよ、だけどやっぱ逃げられちゃうんで、ストレスはすごいあると思いますね。左のロー、もう一回清水、左のロー、これがクンレイモン組みつくか、それともどうする、前に行くか、ピンチ今来ましたね。クンレイモンのパンチ、続きが来た。でも今ズスキもちょっとヘッドスイップでずらしてるんですよ。しかし日向さん、はい、あのズスキは脅威は脅威ですね。脅威ですね。ズスキ来ました。いよいよこれは効いてるぞ。さあ5ラウンドの残り時間が少ない、もうあと25秒になりました。さあ清水抜け、効いた効いた、右のパンチ、右の蹴り、ダウンは取っていない。完全に効いてますね。さあ効いている、効いている。パンチ、ラッシュ、蹴り、パンチ、そして続き。あと6秒。清水。パンチ、蹴り、ダウンだ。危ない。試合が終わりました。両者よく戦いました。危なかった。結局引き分け。日本対ミャンマーの対抗戦は結局1勝1敗1引き分け。最後終盤ラスト1分で猛攻を食らいましたね。あれは危なかったですね、はい、さて今大会では初の引き分けということになりましたが、ラワイでは引き分けの場合両選手に金メダルが授与されます。まず両選手には引き分けの場合には金メダルということになります。そうですね、一般財団法人 IBF 初めての引き分けですね。よく戦いましたね。まあ、日向さん、はい、まず伺いたいのはこの第6試合、はい、どんな印象を持ちになった。いやもううまさではもう清水選手、この MMA ルールだったら圧倒的に清水選手は強いです。でもやっぱこれはラウェイなんで、ラウェイルールにはあのやっぱり倒さなきゃいけないというのが最大のテーマですよね。自由民主党二階俊博幹事長、でもすごくテクニカルで今までで一番熱戦になったんじゃないですか。あ、なるほどね、見事ありましたね、はいはい、こちらの勝敗も引き分けですので吉子さん、はい、第6試合を終えて日本が1勝1分け1敗です。はい、日本対ミャンマーどうご覧になった。いやもう勝ってほしかったんですけど、本当はね、本当にいい試合が見れたなと思います。そしていずれ出るであろうよしこさん、そんなこともう何ですかそのノリ。相手の鼻にめがけて続きをかます。もうイメージはできなかった、はい、イメージはイメージ褒められましたね。さあ新田さん、はい、今日もやっぱりラベンは面白かったですね。面白かったですね、また最後は本当にいい試合でした。いい試合でしたね。対抗戦で初めてじゃないですか、1勝1敗1分けって。そう、僕も初めてですね、はい、圧倒的に負けてましたもんね。ミャンマーの国技、つまりミャンマーは負けるわけにはいかないという対抗戦において意地を見せました。1勝1分け1敗、それでも日本の頑張りというのが光りました。無敗のプリンス、もう追い込みました清水俊一。まあ、最後はちょっとラッシュで危ない場面もありましたが、はい、5ラウンド戦って引き分け、まあ、ある意味日向さん、はい、この引き分けは妥当ですね。そうですね、最後はでも危険でしたね。最後ちょっと危なかったですね。もう最後の本当何発かだけは本当危なかったんですけど、でもすごいいい試合でしたね。いい試合でしたね。